法定調書を提出しなければ課せられる可能性があります。こんにちは、永井です。今回は法定調書提出しなければ罰則あり、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。年末調整の書類と一緒に送られてくるこちらの法定調書なんですが、よくわからないからゴミ箱へポイ、そういった方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は法定調書の提出は義務であり、提出しなければあるペナルティが課せられることがあるんですね。今回は法定調書の要点と提出しなかった場合のペナルティなどについて分かりやすく解説したいと思います。この動画を最後まで見ると、法定調書の作成にあたって押さえておかなければならないポイントと提出しなかった場合のペナルティについて理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。今回の内容なんですが、まずそもそも法定調書ってどういうものということですね。法定調書ってよくわかんないんだよな、そのように思っている方のためにね、要点を絞って簡単に解説したいと思います。それから提出範囲ですね、どういったものを提出しなければならないか、それから提出方法ですね、どのようにして提出するのかというところですね。そして提出しなかった場合のペナルティなどについて、その他の注意点ですね、解説していきたいと思います。このチャンネルでは、税金などに苦手意識を持っていたり、税金の知識を深めたい、または節税を行いたいと思っているあなたに役立つ情報を配信しています。また税金や給付金に関する情報も逐一配信しておりますので、どこのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。まずそもそも法定調書って何ですかということなんですが、あなたが個人事業主だったり、または法人でね、事業を行っている場合も同じなんですが、給与ですとか賞与、退職金、報酬、地代家賃などを支払った場合や、あと不動産の売買などを行った場合、そういった場合にね、税務署へ報告するということが必要なんですね。で、その報告様式が法定調書ということになります。例えばこの人に報酬いくら払いましたとか、この大家さんにね、家賃いくら払いましたという形でね、報告するんですね。さらにね、1年間のトータルですね、給与のトータル、報酬のトータル、家賃のトータルという形で報告するということになっております。で、なぜ税務署はこんなものをね、提出させるのかというと、税務署としてはね、この法定調書によって支払いを受けたものの申告内容との照合を行うんですね。例えばあなたの事業において A さんにね、報酬10万円払ったといった場合にですね、 A さんとしてはちゃんとね、その10万円を所得として申告しないといけないですよね。ただし、例えばね、 A さんが申告していなかったといった場合は、簡単にね、 A さんの申告漏れを指摘できますよね。そういったことをするためにね、税務署としては全ての事業者に法定調書の提出を求めているということになってるんですね。で、この年末調整のね、時期に送られてくる法定調書に関しては、1月から12月の支払額の総額、それをね、合計表に記載した上で、一定基準以上の支払いについては個別の源泉徴収票、支払い調書で報告を行うということになっております。集計の基準がね、1月から12月であること、その点気をつけてください。例えば法人で事業を行っている方、3月決算だとしても4月から3月の合計ではないですよと、1月から12月の合計で集計して報告してくださいということになってるんですね。そして毎年提出期限は翌年の1月末ということになっております。例えば令和3年分だったら令和4年の1月末までということなんですね。年明け1ヶ月以内に提出してくださいということになっております。そして提出対象なんですが、法定調書合計表ですね、こちらに関しては必ず提出するということになっております。それから個別の源泉徴収票、給与の場合ですね、それから支払い調書は以下の通りということになっております。これは一部になるんですが、給与・賞与の場合は年末調整を実施した場合で、役員の場合は年間のね、給与・賞与の合計が150万円超の人は個別に提出を要すると。そして職員の場合は原則として年間500万円超の人、それが個別のね、源泉徴収票の提出対象となってくると。そして年末調整を実施しなかったお閲覧適用者は、年間ね、基準が低いんですが50万円超で個別のね、源泉徴収票をくっつけて
提出しなければならないということですね。そして報酬等ですね、まあ、例えば事業に対する報酬ですとか、デザイナーなどのフリーランスに対する報酬、まあ、そういったものを幅広く含むんですが、まあ、原則として、まあ、非常にね基準が低いんですが、年間5万円超の報酬などを払った場合は個別にね支払い調書として報告しなければならないということになっております。まあ、外交員、ホステス、コンパニオン等は年間50万円超払っている場合は個別の支払い調書をね提出しなければならないということになっております。そして不動産の使用料等、具体的には地代ですとか家賃ですね、地代家賃の場合は年間に、まあ、不動産オーナーに対して15万円超のね地代とか家賃を払った場合は個別の支払い調書として提出しなければならないということですね。まあ、ちなみにね、不動産オーナーが法人の場合は権利金、更新料等のみが対象ということになっております。毎月毎月のね家賃は対象外ですよということですね。ここ非常に間違いやすいので気をつけていただければと思います。まあ、法定調書合計表と、まあ、それプラスね個別の給与だったら源泉徴収票、それ以外ですね報酬等、それから不動産の使用料等に関しては支払い調書という名前の書類をね提出しなければならないということですね。そして個別の源泉徴収票、支払い調書については支払い先のね具体的な名称、住所、それからマイナンバーなどを記載しなければならないということですね。まあ、この辺がね結構面倒なんですよね。年始の忙しい時期にこれらを対応しないといけないということで、まあ、無視してしまっているという方も多いのではないでしょうか。ではね、どのように提出するのかということですね。まず一つ目としては書面提出ですね。紙にね書いていただいて、まあ、もしくはね国税庁のねホームページにも入力用のね法定調書合計表があるので、それを利用してプリントアウトして紙で税務署へ提出するということですね。まあ、実際に持ち込んでもいいですし、税務署へね郵送することでも受け付けてもらえます。一方で便利なのがね2番目の e-tax ということになります。 e-tax ソフトからね送信するというやり方ですね。まあ、これを行えば当然税務署へ出向く必要はありません。オンライン上でね提出することができるということですね。でそれ以外の方法としては、まあ、光ディスク、まあ、具体的には CD ですか DVD 等によって提出するということですね。そして令和4年の1月から可能となるのがクラウド等での提出ということですね。まあ、これは事前の届け出が必要なんですが、今後ねどんどん普及していきそうな提出方法だということになっております。まあ、おそらく今の段階だと ② 番のね e-tax での提出が多いのではないかというふうに思います。まあ、その次がね書面での提出ということですね。まあ、3番はね、まあ、中小企業の場合はね特にあまり見受けられないですね。では、まあ、面倒なね法定調書提出しなかった場合、どのようなペナルティが課せられる可能性があるかということですね。でまず提出しなければね税務署から督促の連絡があります。まあ、その督促の連絡の時期まちまちなんですが、令和2年分去年分に関しては結構ね督促の連絡が来てしまったというねお話をすでに多く聞いております。よって、まあ、例年ねこの時期には前年分のね法定調書未提出の場合は督促が来るのではないかというふうに思います。ただですね連絡が全然来ないね方もいらっしゃるんですね。まあ、この辺ねどういった方に督促を行ってどういった方に行わないのか、なかなかね基準というのがわからないのですが、まあ、おそらくこれは個人的な予想なんですが、ある程度ね大きな会社で給与の支払いですとか報酬の支払い、家賃の支払いなどが多い会社ですね、そういった会社から督促を行っているのではないかというふうに思います。まあ、そういったね大きな会社から情報を得た方が税務署としては効率的にね税務調査に入る事業者を選定できますよね。よって、まあ、大きな会社からね督促を行っているのではないかというふうに個人的には思います。でこの法定調書なんですが、実は提出が遅れただけでは特に罰則はないんですね。まあ、つまり法定調書というのは税務署への報告ですよね。納税が発生するわけではないので延滞税とか、まあ、そういったねペナルティの税金がかかるという性質のものではないんですね。ただですね提出しなかった場合に何もね罰則がないとすると、まあ、誰もね提出しなくなりますよね。よって、まあ、提出しなかったり、あとは虚偽の記載があった場合、まあ、嘘の記載をした場合ですね、そういった場合はまあ、最悪ね1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性がありますよということになっております。まあ、これはね所得税法第242条にきっちりと定められております。よってね面倒くさいからといって
まるっきり無視してしまうと罰則がね課せられる可能性が少しありますので、気をつけていただければと思います。一人で個人事業をやっていて給与とか報酬の支払いはありません。また自宅で事業を行っていて、かつね持ち家なので家賃の支払いもありませんよと、つまり法定調書に記載すべき事項が全くないですよといった場合は出さなくてよいかというと、そういうわけではなくて適用欄にね該当なしの記載をして提出する必要があるということになっております。この点ね勘違いしている方が多いので気をつけていただければと思います。そして罰則というものではないんですが、外国人の方で日本でね事業を行っている方などですね、就労ビザの申請更新には法定調書合計表が必要となっておりますので、その点気をつけていただければと思います。うちのお客さんでもね外国人経営者の方結構いらっしゃるんですが、法定調書合計表問い合わせ非常に多いですね。外国人の方はね特に法定調書の提出忘れないようにしていただければというふうに思います。ちょっとぶっちゃけ話なんですが、法定調書についてはね多少誤りがあっても問題となるということは少ないですね。大きな間違いがあれば別ですよ。大きな間違いはいけないんですが、少しね漏れてしまったとか、そういったことって結構あるんですが、多少間違えてても直ちにね罰せられることはないので、なるべくね期限内にね情報を集めて提出された方がよろしいかと思います。仮にね間違ったとしても後から何度でもね訂正ができるので、間違いに気づいた時にね訂正すればそれで全く問題がないので、なるべくね提出期限である1月末までに提出するようにしていただければというふうに思います。法定調書の書き方に関してね、今回の動画を受けてご要望が多いようでしたら、書き方のね詳しい説明動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひねご意見いただければというふうに思います。法定調書に関して参考となるページ下に貼っておきますので、気になる方はねぜひ見ていただければというふうに思います。今回の内容が少しでも役に立ったなという方はとても励みになりますので、高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。また質問やこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にねコメントいただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。